全然、まだチャプター3つしか言ってへんの。もうおはしょり、もう一、もう適当になりますよ。じゃあ、ちょっと掘り下げたところで、ドラムの人から2つが、基礎練習どんなんしますかっていう話なんですけど、僕はもう今、そんな基礎練習っていうか、もう YouTube の基礎練習の紹介するために、めっちゃ練習してるぐらいで。あ、でも。練習なりは、もう。いや、いいっすよ。実際そんなんだよね。いや、僕も、やっぱ、大阪さん巻き込みましたけど、ダイヤモンドチャレンジで、死ぬ思いしましたから、ね。すごいよね。いや、あれ、きつかったっす。あれ、うまい人なんだっけ、誰だっけ、あ、山辺さんっす。山辺さんっす。あ、山。いやー、すごいっす。すごいっす。あの人めっちゃうまいよね。楽器死ぬほど。めっちゃうまいっす。いやー、福岡の MI とかで教えてはる。なんか、福岡出身のミュージシャンに聞いたら、あー、めっちゃ世話になったってみんな言います。いや、でも嬉しいですよね。ああいう人に。それで僕は、ほんと、ここ2、3年も経ってない、なってないな。まあ、最近知ったんですけど、やっぱ、あんな素晴らしい方がやっぱ、この国におられるんやな、っていう。そうね。すごい、素晴らしいです。YouTube でね、やってはるもんね。はい、やってます。まあ、だから僕はあれきっかけに、やっぱちょっとルーディミルともう一回ちゃんと、やり始めましたね。いや。大阪さんも今もやっぱり基礎練習ってなんかすることあるんですか？アラン・ドーソン・リチュアルやったりとか。あとは、まあ、例えばなんかパタフラフラとかの、なんか、最近はそういうの。ハイブリッドルーディングやったり。あ、ハイブリッドね。だけどまあ、ハイブリッドになるとさすがにドラムセットにあんまり、パッとこれを使うとかという感覚じゃない。基礎練習の域超えてますよ、あれは。まあまあまあ、まあ確かに。まあなんかパズルみたいなとこあるよね、あそこまで。そうっす。何プレイ取れた、解けたみたいなとこが。そう。でもまあそれをやってることがパッドでできるじゃん、ドラムセットで。だから、基礎練ライクになる。確かに。でも、まあ、ウォーミングアップになるし、絶対、こう、感覚は研ぎ澄まされますからね、やっても。やっぱり、ルーディメント系が多いってことですね、みんな、やっぱり。そうですね。あ、でも、チェンジアップは、毎日やります。僕も最初めっちゃ言われたな、チェンジアップは。この間、チェンジアップやったろう思って、203年とか205年とか、207年とか、あの辺も全部入れて、やろう。ああ、そこまでは僕やってないですよ。全然ちゃんとできてなくて、思ってたのの半分ぐらいしかできない。でもまあ、205年やったらええかと思って、205年ぐらいまだできたんやけど、205年ってどこで使うんですかっていう話をしてたから、ちょうどバンドで5をやってて、あれそのまま使うから、これに使います。まあ、そんなこと考えたら、あの辺の人たちみんな可能性すごいことやってるよね、考えたら。まあ、今のお話で思い出したけど、この動画見たことある、スティーブ・ガットのさ、Waiting for One。おー、ないですね。ああ、ないです。スティーブ・ガットの練習の仕方って、スティーブ・ガットが、まだ若い頃の、多分動画っていうか、誰かがビデオ撮ったの。で、どうやって練習するか。各小節の、一発目をパフラで、ドン。ドン。やりながら、その間を、とにかくその、ドン、ウェイ、一拍目のまでの間を、とにかく、手で埋める。そうすると、まあ、スティーブ・ガットが言ったのは、一拍目は思いのほか、来るのが遅い。特に細かい音符をやると。レイティング・フォー・ワン。なるほど。割り方もそうやって割ってっていうのか。でも、それ、
ちなみにクリック鳴らしながらやってるんですか？ああ、やってない、クリック。まあ、その、ただ、とにかくそのトーンってやって、トーンって、その間をなんか、で、あんな人でさえも、速い音符はゆっくりめに叩くって言って。ああ。細かい音符はね。だからそうしないと、ワンワン思いのほか恐れ、恐れてやってくる。走る。ああいう人でも。いや、スティーブ・ガット、こう、うちの大学来てくれて、なんか、その後、はいはいはい、ブルーノートとかも、なんか見に行ったけど、普通にリハーサルの時に、あの、何やったっけ、あの、ボスのあの、クリックのやつでテンポ出してて、めっちゃ悪かった。あの、メトロノーム使うねんな、と思って。あ、いや、なんかすごいなんか、僕もなんか、友達が、ツアー一緒に、回る機会あったみたいで。うん。なんかもうほんと神様みたいに真面目な人ですよ。うん、真面目。なんか、本番の5分ぐらい前までリハーサル音源聞いて。うん。本番に備えてる、それも毎日ぐらいのことを言うてました。まあ、めっちゃ真面目で、ね、真摯。いやいや。ね。無理やなって思いました。いや、意外とアメリカ人でスーパー真面目ミュージシャンって言うと。あ、そうっすね。ね。よくほら、まあ、ほら、イメージとしてね、まあ、一般的に、まあ、ミュージシャンなんてさ、っていう、そういう偏見っていうかさ、そういう、捉えられ方もされてるけど、意外にアメリカ人で真面目な人は、クソがつく真面目で。まあそうじゃない、もちろん全然いいんだけど、うん。全くもって。だから極端だよ。ああ、いや、そうですね。極端っすよ。なんかやっぱ僕も、こう、ジャズのこう、この歴史とかを文化講座でやるのもあって、YouTube でまとめるのもあって、調べていくと、もうチャランポラな人が切り開いていって、その後ろをこう整理していく人がいっぱいおるみたいな感じ。いや、でも、パーカーなんかも調べてるとわかるけど、やっぱりめちゃくちゃ奔放やけど、音楽に対してはめちゃくちゃこう、角度変えて、ああして、こうして、こうして、こうして、めちゃ真面目にやってる気はするよね。まあ、ストイックだよ。ストイックじゃないかな。そう。そんな感じしますね。めちゃめちゃストイックだよ。うん、もう最近なんかもう、メトロノームをいかに、どこで撮るかっていうことを、こう、やることで、サブディビジョンを、より正確にしないといけない時代になってきたなとは思うけど。時代に。いや、だって、じゃあ、まあ、それこそこれからのジャズとかにも繋がっちゃうけど、これからの音楽のあり方だって、こうやってオンラインだとか、データ送るからデータに入れといて、で送って返してねって話。もう、そこしかないじゃん。いやいや。空気を読んで合わせるとかじゃないから。うん、まあ。もちろん、クリックにあった上で空気読んで合わせるわけで。うん、いやいや、ほんとそうです。上の作業を求められちゃってるから、うん。合うとか合わないとか、そんなのはもう過去の。クリックの方が合ってて。そうなるともう、クリックに合わせられることが大前提だ。ああ。大前提どころじゃないか。僕、こんなん、大阪さんに言うのはあれかもしれないですけど、大阪さんの一番最初にこう、日本に帰ってきたばっかりの時のゴツゴツゴツってした演奏の雰囲気のイメージ、印象はめちゃくちゃ強くて、僕は、あの時は。ね。で、いや、その時が、こう、タイムがどうこうってわけじゃないんですけど、で、よう、名古屋に来てた頃あるじゃないですか。こう、はい、すごい来てくれてた時があって、その時の印象がね、どんどんこの人レイヤー増えてるな、みたいな。タイムを多分めちゃくちゃその、オンで取らされるから、この人レイヤー増えて進化してはるわって思った時期があるんですけど。まあ、進化はしたいって、まあまあまあ、もちろん進化はしたいね。こっちの方向で進化してはるわっていうか、多分だからすごいこう、そのグルーブして走ることよりも、インテンポを求められて、で、そこで深いとこやるから、こう。まあね、まあ、未だにだよね、でもね、そんなのね。多分、そうだと思うけど、うん、それこそさ、俺もうこの暇の時にマイナスワンをいっぱい作ったわけ。ああ、いやいや、見てます、見てます。それいっぱい作って、合わせてやると、本気で合ってないとずれてしかない。めちゃめちゃ、逆に俺、それ全部手引きでやっちゃったわけ。うん、うん。しないで。
クォンタイズしないと、ないで、ほんと、ずれてるんだよね。難しいね。だからその、アンチクリック派の人の言うこともわからなくはないわけ。もちろんその、ここじゃないんだよ、音楽は。なんだけど、後で例えばドラムを入れるとなると、しちゃってることが、ものすごいやりにくさを醸し出すんだよ。ずれてったら。いや、こないだ上げてたやつ、私自分で弾いてたやつで、なんかドラム叩いてたやつ。あれの、ドラムのレイヤーの、こう、スピードが、こう、急に上がったり、急に下がったりしてるところが、書き込もうかなと思ったぐらい。なんか、ピアノ自分で弾いて、めっちゃすごいレイヤーで弾いてあって。どなりって思った。何どなりどなりうん、そう。あれ、だから手引きで弾いて、7拍子のメロディーを手引きで弾いてるから、ずれまくってるわけ、やっぱりクリックが。で、そうするとね、まあでも、クリックに弾いてる分にはそんなおかしくないんだよ。ところが、これに自分でドラム入れようと思ったら、そのヤマハのその EAD10 ではクリックがつかないんだよ。自分のタイム感を信じてやるじゃん。超やりにくいんだよ。手引きがずれてるから。やっぱり、だからもうほんと難しい。じゃあ正確なのがいいのか。ずっと正確になると多分何も面白くないんだよ。かも。でも、後で入れる。後でなんかするって言ったら、もう、マストで正確じゃなきゃ困るし、ね。だから、どうですかね。わかりませんね。難しいね。クリック。いや、でもやっぱりドラム後入れるのってめちゃくちゃ難しいと思います。ああ、そうね。はい、どんなシチュエーションでも。やっぱなんか結構、みんな逆に言ったらドラム聴いて演奏してると思うんですよね、他の人って。だから基準になる楽器なんで、そうね。だから結構そのポップ系とかのレコーディングとかでも、完全に僕以外が仕上がってて後で入れるっていうのは、もうものすごく苦戦しますね。あ、難しいよね。はい。ちょっとした向こうのニュアンスに合わせないと変だもん。いや、なんか最終的になんか、なんていうんですかね。やっぱり、僕もクリック聞いて録音するわけじゃないですか、その場合は。で、クリックと僕だけ聞いたら、まあ、ええんちゃうみたいな感じですけど、やっぱ全体で聞いたらなんかまとまってないっていうか。わかる。そういうこと。ハマってないってやつですね。だから、それをして、クリックなんかダメだよっていうのも、なんとなくわからない。やっぱり音楽は一緒にやるもんなんだよっていうのもわからなくはない。まあ、めっちゃ走ってますしね、ジャズのライブでいいやつとかね。ああ、いや、そうです。そう。うん、だから、クリックじゃねえよっていうのも確かにわかる。ただ、反面、今後のこの音楽のあり方を考えちゃう。まあ、いろんな選択肢は、まあ、今後出てくるとは思うけど、その中の、ね、有力な候補の一つとしてこういうことじゃん。ここでさ、合わせるポイントってクリックっていうかそのクォンタイズされたものだから。だから俺なんか生徒にはもう本当に今もう厳しくクリック。まあその方が実際に食っていける道は広がりますよね、実際。そうですね。まあね。いや、あとでもやっぱり、その練習して初期の段階に結構こう、クリックをね、使わないと、やっぱりめちゃくちゃ走るじゃないですか、普通に。だからやっぱりこう、練習するときはやっぱメトロノーム使って、まあライブは別にメトロノームじゃないじゃん。そうです。僕はそういう風やとは思ってはいるんです。まあライブのときはあまりそこを考えてはいけない。ただ、どうぞ。いや、多少ね、こう走ってもとか、まあちょっと食い止めようかなと思うときとかはちょっと意図的にやったりしますけど、もうこのまま走った方がいいやろって思ってゴーするときもありますしね。たださ、前ですね、例えばグレッグ・ハチンソンと若い頃のグレッグなんかは絶対メトロノームに合わせない。だけど、反面ね、スライド・ハンプトンってトロンボーンっていう。スライド・ハンプトンと一緒に座ったときにスライドが言ってたのは、まあ、よく言われる話だけど、グッドプレイヤーがメトロノームに合わせてやったら、メトロノームがスイングして聞こえるんだよ。確かにね。なんかさ、フィッツ・シールマンスがさ、メトロノームを2、2、4で鳴らしてさ、
なんかブルースかなんか吹いてる映像見たことあるけど。うん。確かに。ああ。めっちゃスイングして聞こえるもんね。うん。チン、チン、チン、チンって言ってるだけなのに。ああ。確かにめちゃくちゃスイングして聞こえるし。うん。まあ、だから、この域になると正確、かつ、スイング。そうだろうね。うん。まあ。最終的には気持ちよければいいんでしょうけど、なんか、どっちかって言われたら、どっちかっていうもんでもないと思いますしね、僕も。あ、どっちかっていうもんでもない。なんか、その、必ずコメンテーターの人はどっちかに決めたがるから、いや、それはもちろん、なるほどじゃない？それこそ、それこそ、俺なんかさ、YouTube で経済ものとかすっげえ見てんだけど。あはは経済ものとかはもう本当にそうじゃん。仕込みのと、まあ、キャッチコピーでね。うん、バシッとつけてるじゃん。不動産バブル到来とかさ。到来か。到来するわけねえじゃん、これからと。だから、では結局それを否定したりするんだけどさ。キャッチコピーにはとりあえず白黒をつけてるんだね。ああ、なるほどね。うん、まあ、釣り針は出ない方がいいんじゃないですか。そういうことじゃん。うん。ね、やっぱりはっきりしてないと。確かに。いやー、めっちゃ、いくらでも、なんか飲みに行ったら、多分朝まで帰られへんね、この3人。3人で1本、その、ラプールでも開けたらさ、3本ぐらい開くんちゃう？今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。